次は横に移動しようとする。最初はしゃがんでるところから始めた方がいいと思います。重心が起点面の中に収まっていることを確認して、行きたい方向側の足を上げます。このタイミングでこの右足を押す。そうするとまっすぐ移動できるようになります。この距離が長くなると平身運動が高まる、休息が上がるということです。